秋山県は、日本の文学者。訓党は、訓二党。東京大学名誉教授、日本学士委員会員、文化功労者。国士館短期大学助教授、東洋大学助教授、東京大学文学部教授、東京女子大学教授、駒沢女子大学教授、紫式部学会会長などを歴任した。岡山県出身の国文学者であり、主として、 中古文学を専攻した。源氏物語の成立論をはじめ、構造論、人物論、さらには作者である紫式部に関する作家論など、多彩な方法論を展開した。その結果、源氏物語研究の指導的存在となり、学会に大きな影響を与えた。また、平安時代の和歌をはじめ、物語、説話文学、さらには、漢文学に至るまで、 作品成立時の社会的環境の下での作者の心理、意識、表現などを解明した。国士館短期大学、東洋大学、東京大学、東京女子大学、駒沢女子大学などで教鞭を取り、多数の更新を育成した。岡山県出身。1941年、東京府立第六中学校卒業。旧制第三高等学校卒業。 東京帝国大学国文化卒業。1953年、国士館短期大学助教授。1954年、東洋大学助教授。1957年、東京大学文学部助教授。1969年教授。1984年定年大官名誉教授、東京女子大学教授。1993年。 駒沢女子大学教授。1999年退職。1989年、四十法省受賞。2000年、日本学士院会員。2001年、文化功労者、君二等随法省助君。2015年11月18日、肺炎のため91歳で死去。現氏物語の研究で知られる。皇帝、辞典、入門書の返済多数。 2006年には、源氏物語1000年期の呼びかけ人となり、古典の非推進呼びかけ人に名を連ねた。また1996年には、皇居での皇所詩の信仰者を務め、2001年の愛子内信号の命名時に、カンサル社を務めた。ありがとうございます。